交渉に侵入する、区間か吉塩し予見路上に残る、踏切資材か油鉄馬道予見時短、川浦鉄馬道ドバト軽量単、川浦鉄馬道ドバト谷量単以南の北海域線、駅方向の区間民生南路単中油が、利用在庫支線は、かつて存在した台湾鉄路管理局の鉄道路線である。台湾中油の専用貨物線であった。本線は、日本統治時代に、 台湾拓殖科学会社によって建設された、ゼロ戦などの戦闘機の燃料を輸送していた。1961年に、かよし洋財商船と名付けられた。1972年10月4日、高尾練里油総省、かよし文商船と再解明された。北海域線駅で中間線より北側に分岐し、すぐに東へ曲がり、しばらく直線で東方向に行き。 北側に曲がって、かよししをけと交差して、かよし中油練り製研究所に至る路線であった。なお、中油練り検所線と呼ぶ人もいる。溶剤症とは、溶媒工場を意味する。ABC 北海域先端、練り製とは、生成を意味する。中文版では 7.2km との記載があるが、衛星写真で確認する限りそこまでの距離はない。 参考のために即地形座標に、かよしなか油練り製研究所専用線入り口を示した。北海岸線駅の座標と合わせて参照。西線が 4.528km、側線が 2.332km の記載分岐する、北海岸線信号場が1937年2月1日、設置なのでその頃と考えられる。北海岸線車単、ありがとうございます。